投稿だぜ、三つの理由。9日現在で打率が3割を超えているのは、セリーグでは3割3分9厘のサンタナ、3割6厘の細川の2人。パリーグでは3割1分7厘の近藤、3割1分5厘の周東、3割8厘の柳田のソフトバンク3人種のみと、両リーグ合計でわずか5人なのだ。3割打者は2020年に12人、21年も11人と2桁を数えたが、22年が6人、昨年も5人と顕著な減少傾向にある。一体、どんな理由があるのだろうか。阪神 OB の中田義弘氏は、一番大きなポイントは、ピッチャーのまっすぐのスピードが年々上がっていることだろうね。今の野球では150キロを超えて当たり前で、150キロ中盤を超えないと、早っ、と言われなくなってきている。いろんなバッターに話を聞いても、打ちにくい理由の一番に、ストレートの球速アップを上げるからねと指摘した。また、投手の分業化が確立されていることも理由の一つに挙げられる。中田氏は、先発がだいたい100球前後で交代する傾向があって、どんどんフレッシュなピッチャーが登板してくるから、対応するのが難しくなってくるよねと語った。直球の球速アップに加え、ツーシーム、カットボールに代表される速い横の変化が増えたことも、打者を苦しめる要因になっている。中田氏は、昔に比べると球種が増えた。特に速い変化球が、バッターからすればマークしなきゃいけない球が増えたことによって、バットの芯を外される確率も上がってきていると分析する。さらに、近年は球速、ボールの変化量、回転数、回転軸などを計測するトラックマンやラクソードの計測機械が導入され、自らのデータが見える化されたことで、投手が自らの弱点を修正、克服しやすくなっている環境がある。また、相手打者の打球方向なども全てデータ化、数値化されてきているのも投手有利に働いている。中田氏は、もちろんバッターも対戦数を重ねる中で毎年バージョンアップしてくるんだけど、今のところは投手側がアップデートするスピードに追いつけていないのかなという感じだね。もうしばらくは投手有利の時代が続くのかなとの考えを示した。今の主力投手に対して、昔の現役一流打者がどれだけ打てるか試したい。NPB が意図的にボールを飛ばなくしているんだから、3割バッター減るのは当たり前。何を言っても言い訳にしか聞こえない。アメリカ野球を見れば一目瞭然。日本選手の4番はチャンスに打てない。ボールが飛ばないから、フェンス直撃がフライアウトになったりしてるんじゃない？打定ではあるけど、完全分業化で完全試合のバーゲンセールは起こらない。リーグ3人しかいない、3割超えが同一チームとか、そら強いですわ。MLB、そんな NPB にピッチクロック、牽制の回数制限、ベースの大きさ拡大。どう考えてもボールが飛ばなくなったと思うが、ボールには触れないのですね。ピッチャーのレベルが上がってるってのもあるんじゃないかな。逆に今、日本で無双できる野手ならメジャーでやれる。全体的に投手のレベルが上がったってことなのかな。エースクラスだけなら、一昔前の方がたくさんいた気がするけど。レベルの高い投手が多いと、少し遅れて適応してくるレベルの高い打者が増えてくる。近いうちに2割8分6厘で首位打者が誕生すると思いますね。日本人は打つパワーが足りないよ。投手の進化に野手の進化が追いついてないのか。野手側の逆襲に期待。